願いします。最近家に帰ると一番下の娘が両手を上げて抱っこしてるとちょっと可愛く迫ってくるのでちょっと和ましい雰囲気でちょっと嬉しいんですが、今日の朝ごはんを食べていると自分が食べていた箸で娘の茶碗をちょっとトントンと叩くと、おい、きったねって言われました。別にご飯を触っているわけでもなく中に箸を入れたわけでもないですが、茶碗を叩いただけでものすごいパパ嫌いをやりました。このツンデレ具合、今日も家帰って学校してるんですけども、何か食べるときにまた続いてみようかなと思います。このツンデレもう一回見れると思うとお願いします。イエーイ。